吹き上げる花山本周五郎世間には同盟偉人で妙な間違いを起こす試しが少なくないこの場合もつづめるとそれだけのことだが間に立った人が上役でひどい請求だったため間違い方も念がいったことになった 休養があるからすぐ来い。そういう使いをもらって、伊藤浦優が物頭の家へまかり出ると、すぐに主の居間へと通された。中瀬六左衛門は外出でもするところと見えて、ちゃんと朝上しも起きて、何かしきりに机の周りを引っかき回していた。ただいまお呼びを受けました。ご休養とのことでございますが、 ああ、読んだ、読んだよ。上の空で言いながら、積み重ねてある書類や帳簿をあっちへどけたり、こっちへ直したりしている。また何か度忘れをしたなと思いながら、うだゆうはしようがないので黙って待っていた。ええと、あれをこうしたときに、これをこうやってこうしたんだから、 ここにこれがある以上は、あれがなくてはならんはず、じゃないか。何かお探し物でございますかいつまでも黙っていられないので、うだゆうがちょっと口を入れた。なんだ、うだゆうではないか。はい。呼んだら早く来てくれなくては困るではないか。はい。 実は、宣国からこれに控えておったのですが。何来ていたそこへ来ていたのかご急用だとのことでしたから。来たら来たと申さなくてはいかん。こっちは出かけるので待ちかねていたところだ。申し訳ございません。えっ、ー、と、伊藤うだゆうだな。これが実に真面目なのだから。 相手になるものは迷惑である。甚だはは突然で驚くかもしれないが、立原玄馬がその元を見込んでご三女を嫁にめとってもらいたいというのだ。現場は陰ものだけれども、三女は名を聞くえと申してなかなかできものだそうな。わしに中央を生というので引き受けたのだが、どうだ、承知するか。承知ならば、 来月8日が吉日やそうで、その日に酒好きをしたいと申してある。聞いておるかもしらんが、現場はお国詰めになって、来月終演に出立をせねばならんのでな。しきばったことは抜きにして、ともかく8日に終言をしようという話だ。その元の方でも別に改めて支度をするには及ばないと思うが、しかし猫の子をもらうわけでもないから、一通りの道具は揃えなければ。 お話し中でございますが、どうぞしばらく。止めどがないので、うらゆうが口を入れた。なんだ、不祥事か。不祥事とは申しませんが、あまり突然のお話で、どうもすぐ高校とご返事は申し上げかねます。生涯のことでございますから、一応考えさせていただきたいと存じます。それはもっともだ。生涯のことだからな。けれども、 現場の方はもうよく考えた上のことらしいがな。当たり前でしょうと言いたかった。しかし、裏言うには別に要件があった。そのお話は確かに受けたまわりました。よく考えてお返事をつかまつりますが、別に一つお願いがございます。終焉の入費なら心得ておる。いえ、そうではございません。実は、 先頃から私、消火の道具を考案しておりました。消火の道具とは何だ引き死に用いますもので、これまでのように手桶を持って水をかけているのでは高いところへ届きませんし、その手桶を運ぶために列を作り、往来が止まってこの度のようなおがめをこむる場合も。それだそれだったよ 六左衛門はにわかに眉を開いた。そして机の上から一つずりの書類を取り上げながら、そそくさと立った。何かさっきから喉まで出ていてわからなかった。今日はそのお咎の申し開きをするために、若年寄りのもとへ出かける日だった。それをひょっとと忘れしたもので、目の前にあるこの書類が見つからなかったのだ。では、行ってくる。まあ、お待ちください。 ただいまお話申しました、消化の道具につきましてああ。ああ、見に行く、見に行く。明日見に参るから支度をしておけ。主がどんどん出て行ってしまうから、仕方がない、うだゆうも中あぜけを辞した。すっかり頭がチラチラして、立原からの縁談などはまるで雲をつかむような気持ちだった。とにかく、明日見に来るというのだから、 こっちの方を急がなくてはなるまい。家へ帰ると、すぐにうらゆうは自分の仕事場へ入っていった。家事は、江戸の花と言われた。花という表現は、江戸人のやけくそと空ケーキを混ぜたもので、家事になると大きくなるし、いつも巨万の財物を改人し、 人畜の命を失うのが例だった。それで、明暦の大火のあくる年、すなわち万事元年9月に、幕府で初めて4人の火消し役を置いた。これが上火消しというものである。それからおいおい制度が備わるにつれて、方学火消し、近所火消し、大名火消しなどというものがはっきりと決まった。 この大名火消しの中では、加賀藩前田家のものが最も有名で、一口に加賀飛びと言われるくらい名の通ったものだったのである。加賀飛びの名が初めて世に知られたのは、享保三年十二月、本郷弓町の火事の時のことだった。そのあたりは、幕府の常備消し、戦国兵庫の責任地区になっていたが、 出火とともに、加賀家の消防隊が出て素早く消してしまい、戦国兵庫の隊が駆けつけた時は、すでに沈下した後であった。その時、両者の間に相当があり、兵庫の隊の者に死傷者が出たりしたが、幕府の決裁によって、前田家の勝ちになった。この事件で、一んに加賀飛びは、江戸市中へ名を売ったのである。 いわゆるかがトびと呼ばれるものを完備したのは、前田家五代綱森の功績であって、本郷の神屋敷に二藩、駒込の中屋敷に二藩、都合ハンの消化体が設けられていた。直接消化に当たるのは市中から選抜して雇った腕っこきの飛び人足であるが、支配には物頭二名、その下に大御将組の者八名がおり、他にも、 ちゃんと呼びたいの備えができていたのである。中瀬六左衛門は物頭六百石で神屋敷二の手支配だった。そして伊藤宇田夫はその支配うちで水がかりという役を務めていた。その頃の消化法は幼稚なもので、さあ火事だというと何百となく手置け、現場という、を持ち出し、井戸なり川なり、 また、用水なり、鉄棒によって組み上げたものを、現場まで人を並べて、順繰りに送って消したものである。だから、おいそれとは消えないし、大きくしないためには、風下にある家をぶち壊して広めにするのだが、烈風の時などは役に立たなかった。伊藤宇太夫は、その水がかりの役で、火事のたびに手置け送りを指揮しなければならない。そして、 手置きの水をやっこらさと火へ打ちかけるのを見るたびに、これは拉致のあかぬことだという感を深くした。何か方法はないものか。もっと貧速にもっと高く水を届かせる法がありそうなものだ。ふとそう思いついてから、彼はコツコツと一人で工夫を始めたのである。 うだゆうは決して才能すぐれた人物ではない。食録は百国。古生組の極めて平凡な、その代わりこの上もなく気の弱い善良な男だった。だから工夫にかかると言っても、別に奇想を凝らすなどということはなく、まず誰でも考えつきそうなところから手をつけた。すなわち、子供の水鉄砲である。 それも自分で思いついたのではなかった。ある年の秋、江ノ島へ旅をしたとき、藤沢山昭状工事へ参詣に立ち寄った。昭状工事はつまり、次週総本山の遊行寺である。そこの僧侶に、昭光院紀前という人がいて、その人が大小無数の水鉄砲を作り、寺内の水まきに使っているのを見た。 それから思いついて始めたのである。以来一年余り、誰にも言わずに根気よく作ったものが五つ。ようやく完成したので、今日初めて中瀬支配に見てもらうことに決めたのであった。中瀬六左衛門は忙しかった。その数日前、根岸の方に火事があって、加賀家の消防隊が出動したとき、例の 手置送りの列が往来の邪魔をしたというので、幕府からお咎めがあった。これはかつての戦国事件と同じく、常備消しと大名火消しとの反目が原因で、別に加賀家に失策はないのである。しかし、六左衛門は責任者として当時の事情を調べたり、若年寄りへ出頭したりしなければならなかったのだ。 六左衛門の多忙は、うだゆうもよく知っていた。それで、消火道具の工夫ができたことも知らせてよいかどうか迷っていたのであるが、呼ばれたのを幸い、思い切って話し出したのだ。さあ、明日こそ一年の苦心の花が咲くぞ。すっかり準備を済ませて、うだゆうは久方ぶりにぐっすり眠った。 その明る朝である。目が覚めると、なんだか気持ちがウキウキしていた。バカに愉快で、体中が幸福でいっぱいになっているような感じだった。変だな。苦心し,した消化道具が世に出るのは嬉しいが、それだけでこんなにウキウキした心持ちになるかしらん。独りごとを言いながらヤグの中から起き出したとき、 ひょいとその幸福の原因に思い当たった。思い当たると同時に、うだゆうは、うおっと大きくわめき。そうだ立原から縁談があったんだと、自信たっぷりにつぶやき、両の拳でトントンと胸を叩たたいた。すると、まるでそれを合図のように、若い歌詞が走ってきて。申し上げます ご支配役がお見えになりましたが、いかがつかまつりましょうや。ご、ご支配役宇田ゆは、あっと慌てだした。今、今参る。しばらくお待ちを願っておけ、今すぐに参る。何やら、休養との仰せでございます。今すぐ、すぐだ 顔を洗うのも、身支度をするのも夢中だった。玄関へ飛び出して行くと、ああ、騒がせてすまぬ。と、六左衛門の方から声をかけた。いえ、私こそ無礼をつかまつりました。かように早くお見えくださるとは存じませんでしたので。早すぎると思ったが、何しろ一刻も捨ておけぬことなのでな。実は、 昨日話した立原の三女の話だが。あれは、あれは、慎んでお受けをいたします。宇言うはちょっと赤面しながら。少々身分違いとは存じますが、私を見込んでとの応せ、ご辞体申すべきではないと考えますので。まあ、待て。それについて詫びに参ったのだ。とにかく、ひどい間違いをしでかして申し訳がない。 何しろ目の回るような最中のことだから。何事でございましょうかつまり、立原の三女のことだがな、ぜひ伊藤うだゆうにもらってくれという話で、すぐにまあそこごとに申し伝えたわけだ。確かに、承けたまわりました。それが間違ったのだ。つまり、 そこもとの伊藤浦優でない方の伊藤浦優だ,だったというわけだ。つまり、こっちの浦優ではなくて、あっちの浦優だ,だったのだ。全部同じ字で書く伊藤浦優が、もう一人いる。確か半年ほど前に、駒込の中屋敷から来た男で、書院版か何かしているという話を聞いていた。 気がついてみると、あっちの裏湯は350国。立らとは身分も家柄もそうで、そこもとと間違えるのがおかしいくらいのものだが、弾みというものは恐ろしいえ。とにかくそういうわけだから、どうか、六左衛門一台の失策として忘れてもらいたい。頼む。いえ、そのごえしゃくでは痛み入ります。私も、 実は、いささか身分が違いすぎますので、どうか知らんと考えてはみたのですが。何また、良縁は他にいくらでもある。決して気を落とすことはないぞ。これでわしも落ち着いた。昨夜、ふと気がついてから、一人で汗のかき通しだった。では、これで。言いたいことを言うと、そのままさっさと帰りそうにした。うだゆうは急いで、 あ、あ、しばらく、お待ちを願います。ん<っ>昨日申し上げました消火道具、支度ができておりますゆえ。おお、そんなことを聞いたっけな。お手間は取らせません。ご覧になっていただきとうございます。うだゆうは、あたふたと組長屋がの方へ走っていった。何にも考えたくなかった。問題は明白である。 六左衛門が勘違いをした。それで話は,はきれいさっぱりである。考えてはいけない。うだゆうは頭を振りながら、くみながやから飛びのものを呼び出してきた。そして、南のひのみやぐらの下へ、消化道具の実演の用意をさせた。ほう、はあ、これがその道具か。 六左衛門はさすがに興味を惹かれたと見え、近寄ってきて手に取った。まるで、ところてんを突き出すもののようだな。はあ、水鉄砲から思いつきました。いや、ところてんだ。ところてんを突き出す道具によく似ておる。ひ、う、ど、ん、く感心したので、握っていた飛び人足たちがくすくす笑った。 それは、実際、ところてんの道具によく似ていた。厚い板を四角に合わせて真鍮の輪をかけ、元が大きく先が細い。その細い先からさらに細くなった筒が出ている。そして、棒の先に四角な板のついたものを中へ入れ、水を吸い込み押し出す仕掛けである。これは一人持ちでございます。 うだゆうは一番小さいのを取り、用水桶から水を吸い取って、やっと押し出してみせた。水は出た。勢いよく出はしたが、子供の水鉄砲と大して違いはなかった。つまり、この理屈です。これではおもちゃも同様ですが、五人持ちの分は役に立とうかと存じます。これ、ここへ参れ。飛び人足を呼んで、 最も大きいものを真ん中へ運び出した。これは大きかった。筒を五人で持ち、棒を二人で扱うという水鉄砲の豪華版である。六左衛門は京ありげに前へ乗り出した。それ、先を十分に水へつけて、いや、もっと深く入れるのだ。よし。 棒のものは一気に引く。力いっぱいにぐいぐい引け。そうでないと水が充満しないぞ。そらよし。飛び人足たちは言われる通り上手にやった。溶水よけの水はまるで底を抜かれたように大きな筒の中へみるみる吸い込まれた。よしよし。そこで筒をあげる。いいか。押すんだぞ。それ 五人が担ぎ上げた筒。棒を持った二人はうんと一つ。顔を赤くしながら懸命に押した。水は筒先から吹き出したか。いな。前へは出なかった。むしろ、筒の口から後ろへと吹き出した。凄まじい勢いで四隅からビューっと走り出た。そして、棒持ちの二人は言うまでもない。そばにいたうだゆうも、 六左衛門までが頭からこいつをかぶった。わっという短い叫び声は誰が上げたかわからない。しかし、わーっと大きく残ったのは、筒を担いでいる五人が一斉に吹き出す笑い声だった。これは、こ、これは疎骨をいたしました。ええ、たくさんだ。 うだゆうが慌てて書き寄るのを、ぬれねずみのようになった六左衛門は、不機嫌に手を振って。あんまり馬鹿げていて腹も立たん。いや、言うな。なるほど思いつきは良いかもしらしかし、水をかけるのは火事場の火で、火を消すものが浴びたってしようがないぞ。あ、これは、誠に思いのほかの失策でございました。けれども、 こちらの三人持ちの方なれば必ず、たくさんが、また夏にでも見せてもらおう。六左衛門は精一杯の皮肉を言って、羽織の裾から水を垂らしながら去っていった。どんなにうだゆうががっかりしたか、ここでくどく説明するには及ばないだろう。あんなにウキウキして起きたのに。 体いっぱい幸福感にあふれた朝だったのに、早くも今は雲命月別の差になってしまった。あんまりひどい。さよう、あんまりひどい話である。せめて消化道具でも花を咲かせてくれたら、その朝の不幸も半分で済んだろうに、両方一辺とはひどすぎる。あの遊行時の紀善五章のせいだ。 あんなものを作って人を迷わせるなんて装飾に似合わしからぬ男だ。ご支配役だってなんだそこもとの人物を見込んだから三女をめとってやるなんて。それが一晩のうちに勘違いだ。こっちのうだゆうじゃなくてあっちのうだゆう。まるで、まるで。二三日むしゃくしゃしていた。 こんな時に酒でも飲めるといいのだが、酒屋の前を通っても酔うというほどで、気を晴らすという方法がない。ただ、消化道具だけには未練があるので、そっと自分の家の裏へ取り出して試してみた。一人持ちから二人持ちまではよかった。しかし、三人持ちとなるともういけなかった。それだけの量の水を遠く飛ばすには、 人間の力では不可能なのである。それに、小さいものだといいが、三人持ちとなるともう、どうやっても口元の方へ水が噴き出してしまうのであった。これだ。この口元の方へ吹き出さない工夫をすればいいんだ。そう思いつくと、よし、きっとやるぞ、と、また元気が出始めた。 もう立原の三女もクソもない。この工夫一つが成功すれば何もかも見返してやれるんだ。元気がつけば元の伊藤うだゆである。すっかり気持ちも落ち着いて、家事さえなければ完食だからまた自分の仕事場へ入ってコツコツやり始めた。すると、ある宵いのことだった。仕事を終わった後で風呂場へ行ったが、 考え事をしていたので、ひょいと湯ぼへ入ってしまった。それは、俗に五右衛門風呂というやつで、蓋が浮いている。その蓋を静かに沈めてそこにして入るようになっているのだが、その時、うだゆうはいきなり蓋の上から踏み込んだ。蓋はほとんどへりとすれすれになっている。それをいきなり上から踏み込まれたので、体重で沈むと同時に、周りの隙間からビュッ と湯が吹き出した。びしっと叩きつけられるように顔へ湯をくらった裏湯は下打ちをしながら飛びのいた。しかし、飛びのいた刹那。彼の目が急に生き生きと光り出した。ははなるほど。こいつは。すぐにもう一度浮いてきた蓋へ足をかけた。ぐいと押すと、 今度は少し傾いたので、一方だけから湯が吹き出した。もう一度やった。さらにもう一度。まっすぐにしてやったり、片方へ傾けたり、押す力もいろいろに変えて繰り返しやった。これだこれだこれだうだゆうはそのまま風呂場を飛び出し、着物を引っ掛けて仕事場へ飛び込んだ。 ハックションハックション連発するくしゃみの声と一緒に仕事場の日はその夜遅くまで消えなかった。明くる日には作業方から大工が四人呼ばれてきた。しかし歌詞も歌墨も仕事場へは入れない。四人の大工を相手にこもりっきりで 朝早くから夜ずっと吹けるまで木を引いたり国を打ったりする物音が続いていた。また何か沈物ができると見えるぜ。当人は本気だから叶かわねえ。気をつけねえとまた水をかぶせられるぜ。組長屋では飛びの者たちがしきりに悪口を言い合っていた。日は遠慮なく経って、 12月になった。その6日の夕方のことだったが、開かずの仕事場の王道がガラガラと開いて、うだゆうと大工4人が何か大きなものをエッサエッサと担ぎ出してきた。それを見たのは組長屋の者たちだった。それ、何か持ち出したぞ。また恐ろしくでけえもんだな。 今度は五箇中まとめて一んに水を浴びせようというのだろう。危ねえから遠くへ寄ってろよ。担ぎ出してきたのは縦三尺に横二尺、深さ二尺五寸ばかりの厚板の箱で、真ん中に支柱があり、それ横に天秤のような棒がついている。また真ん中の支柱の横のところからは木で作った筒が斜めに伸びていた。 うだゆうはその天秤のような棒を二三度動かしてみたが、おい長屋の者と振り返って呼んだ。現場で用水桶から水を運んできてくれ。どんどん持ってくるんだええそりゃおいでなすったぞ飛びの者たちは首をすくめたが、嫌とは言えない。しぶしぶ手桶を持ち出して、 用水桶から水を運び始めた。もうかなり黄昏の色が濃くなって、四時もの広さを思わせるように、しんしんと冷えてきた。水はどんどん箱へ組み込まれた。うらゆうは四人の大工に、では、二人ずつ左右へかかれ、と命じた。大工は左右に分かれて、天秤をガッシと握った。 この前水を浴びた飛びの者たちは慌てて遠くへ逃げ出した。さあ、用意はいいかうだゆうがそう言った時である。向こうから中瀬六左衛門が一席切って飛んできたと思うといきなりうだゆうの袖を捕まえて。待て、ちょっと待てうだゆ大変だ。どうなさいました どうしたではない。わしは、えらい失策をやらかした。まず、うちへ入いてくれ、うちへ。もう、たくさんです、お支配。うだゆうはそれを振り払って。それより、今日こそご覧ください。あれからこもりっきりで作り上げた消化道具を、これから試してみようとしているところです。な、なに、また水か。六左衛門は本能的に飛びのいた。 うだゆうはみむきもせずに道具のそばへ寄って。ご覧ください。これはごえもん風呂から思いついたのです。いや、ごえもん風呂の蓋をいきなり踏み込んだときに思いついたのです。だがうだゆう、それよりもわしは。蓋をいきなり踏み込んだときに、蓋と湯壺の縁との隙間から恐ろしい勢いで湯が飛び出しました。つまり、先日の五人持ちの水ぽうの 口元から水が噴き出したのと同じ理屈です。けれども待ってくれ、うだゆう押し出す力を強くし、水の逃げ口を狭くするほど、噴き出す水の勢いは大きく、かつ激しくなります。ご覧ください。この箱の中に筒がありましょう。これがつまり、ごえもん風呂です。この筒の中には、蓋と同じ仕掛け板があり、それを上のこの天秤で上げ下げするのです。 水の出口はこの横に出ている細い筒です。つまり、天秤をこうすれば、湯ぼに相当する筒の中へ水が充満し、片方を上げれば、充満した水がこの細い筒口から出るのです。ええ、待てというのに。細い筒も太い筒もない。ごえもん風呂などはそっちへどけて、ちょっとわしの申すことを聞けというのだ。 六左衛門は声いっぱいにわめきたてた。この前わしは勘違いと申したろ。ほう。あまり声が大きいので、うだゆうもひょいと振り返った。あれは間違いじゃ。勘違いと申したのはやはり勘違いで、本当は勘違いではなかったんじゃ。 あっちの裏湯だ,だと思ったのがつまり勘違いだったんじゃ。わかるかまるで愛わかりません。つまりこうじゃ。わしがあの時勘違いと申したのは。いや、拙者から話そう。そう言って進み出てきたのは、かねて顔だけは見知っている立原玄馬だった。おやいつの間にと、振り向いた裏湯の目にもう一人。 現場の後ろに、十七八の美しい娘が、じっと目を伏せている姿がはっきりと映った。これは、立原様こっちだのあっちだのと馬鹿げた話だ。一言にして言えば、わしが頼んだのは気候なのだ。それが今日、この中畑が参って、伊藤うだゆうはすでに再退をしておると申す。 よく聞いてみると、つまり書院版のうだゆうじゃ。バカバカしい。それも今日になってやっと。待て待て、それはわしも艦隊であった。だからそれは重々浴びておる。しかし、知っての通りわしは全く多忙で。多忙は多忙。縁談は縁談じゃ。こっちは娘の一生のことなんじゃ。それを、伊藤うだゆうはもはや再退しておるなどと。 バカな。わしは初めから伊藤浦代に娘をやりたいと申しておるんじゃ。だからわしも初めに伊藤浦代にそう申したのだ。けれども、ふと考えると身分が。身分がなんじゃ人物に見どころさえあれば、古事記にでもくれるぞ。バカなことを言う。まさか古事記などに。いや、やる。必ずやる。誰が何と申しても。老人二人。 薬器と口論を始めた。こうなるとキリがない。うだゆは構わず振り返った。さあ、始めよう。と、消火道具の方へ戻ってきた。用意はいいかでは、力いっぱい頼むぞ。大工四人は天秤の左右へ手をかけた。それえっそ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  エッサーエッサー天秤の片方が上がれば片方が下がる。三回、四回、力任せに押していると、やがて支柱の横に出ている筒口から水が噴き出し始めた。まるで息をつくように、高くなり低くなりして、四五尺余りのところに上下する。そら、力を入れて空エッサーよいさ エッサ、あ、よいさ四人の大工は懸命だった。そのうちに、見ていた飛びの者が一人、天秤の左へ飛びついた。よし、おいらが手を貸そう。俺も行くぞ。また一人、右の天秤へ飛びついた。それをきっかけに、バラバラと三、四人、誘われるように飛び出してきた。エッサーエッサー。 天秤が激しく動き出すとともに、筒口の水はザッとしぶきを上げながら見上げるほど高く吹き上がった。やった上がった上がったわあ天秤を押す者も見ていた者も一斉にわっと踊り上がって叫んだ。水を運べ水が足りないぞうだゆうが叫んだ。 見ていた者たちが、喧嘩に手おけをつかんで走ってゆく。すると、立原現場の娘、菊江は、手早く裾をからげ、たすきをかけたが、そのまま空いている手おけを取って、一三に駆け出した。お、これ、菊江現場がびっくりして呼び止めようとした。すると、六左衛門が袖を引いてうなずいた。止めるな この方が話は早そうだ。何<ん>あそうか。そうだとも。<laughs> それより見ろ。こいつは竜のように水を吹き上げるぞ。菊江は懸命に水を運ぶ。筒口は天にも届けと水を吹き上げる。宝暦五年に、 流土水として世に現れた手押しポンプの原案はかくして今高く高く成功の花を吹き上げている辺りはすっかり暮れていた山本周五郎作「吹き上げる花」 お相手は村上陽でした。ではまた。